有足を取るモノマフビクトル・バスネツフが、1900年頃、ウラジーミル2世モノマフまたボロディームいる2世モノマフは、キエフ大公。先例名はバシーリー。父は、フセボロド1世、母は、東ローマ皇帝コンスタンティノス9世モノマコスの、娘、ヤロスラフ1世の孫。息子に、ムスチスラフ1世、ユーリードルゴルーキーラがいる。 相次ぐ内乱や外交で衰えていた大公国を中興し、後世最も人気のあるキエフ大公となった。ウラジーミルはポーロ別族との戦いで戦果を上げ、キエフ大公国全体の統一を回復した。モノマフのあだ名は母方の祖父にあたる東ローマ皇帝コンスタンティノス旧世、モノマコスにちなむ。ウラジーミルは母方の系譜を通じて東ローマ皇帝カサラには、 ロマノス一世レカペノスやアルメニア出身のレオーン五世の血筋に属していた。これは外交面で大きな利点となった。先代のキエフ大公スブヤトポルク二世とはいとこの関係になる。スブヤトポルクの帰省中は有力な諸公の一人として緊張した対立関係にあった。1 9 9 3年以降、ウラジーミルは 自らの相続地である、ペレアスラブリルュスキーのほか、北方のスズダリ、ロストフを支配し、後に大公国の首都となるウラジーミルを含め、いくつかの都市を建設した。また内紛を解消し、遊牧民との戦いに備えることを目的とした、諸公会議を3度組織した。キエフルー市では兄弟への分割相続が行われ、領地の相続権を争う内紛が絶えなかった。 1 9 9 7年リューベチでの諸公会議で、それぞれの相続地を現状固定する合意が結ばれた。しかしその後も諸公同士の内紛は続いた。1 9 9 6年には、スブヤトポルクに従いポーロ別族の遠征にも同行した。1113年スブヤトポルクが没すると、キエフの住民は直ちに暴動を起こし、ウラジーミルの即位を求めた。ウラジーミルは、 キエフに平和ありに入場し、以後1125年まで行為を保った。ウラジーミルは、精力的に活動した。彼自身の言葉によれば、生涯に大きな遠征を83回行った。また内政面では、祖父やロスラフ一世の作った宝器リュースカやプラウダを、詳細化し保管するモノマフの法典を作った。ウラジーミルは、服属しない諸公から領地を没収し、 息子たちに与えることで、最終的に国土の大部分を支配下に置いた。ウラジーミルの死後は、息子ムスチスラフ一世が後を継ぎ、広告の安定を維持した。ウラジーミルは三度結婚した。最初の妻ハロルド二世の娘であるウェイセックスのギータからは、ムスチスラフ一世を含む五人の息子を得た。最初の妻か二番目の妻か所生のはっきりしない娘が一人ある。 再婚相手は、コンスタンティノポリスの貴族の娘エフィミアであった。ありがとうございます。